今日からですね、医療の、内容ですね、第4巻ですね、聖霊論から終末論ですね、これは今年やる第4巻ですね。で今日は、聖霊論ね、明日が救済論ですね。で来学期は教会論です。で三学期は終末論ですね。大体こう全体のまあこの全体のまあ輪郭といいますかね、とまあエッセンスというかね。中心的なポイントですね、を、中心に、お話しするということですね。導入的なことを、話しますとですね、皆さんが、持っているのはこの、クリスチャン・テオロジーという、この4巻が1つになったやつね。これが日本語版ですね。これはですね、一番最初に出版されたのが、1983年ね、1983年、そして改訂されたのがですね、1998年。そして3回目の改訂ですね、第3版ができたのは2013年なんですね。でこれは2013年版ですね、で皆さんが持っておられるのはこの、第2版ですね、98年に作られたものの、翻訳なんですね。そして、この要約版ですね、今ちょっと私ご翻訳したんですけども、これがですね、70% カットした、内容なんですけども、これがですね、要約版が1992年ね、非常に素晴らしい内容なんで、もう少しこう一般信徒の人にも分かるようにということですね、要約版が作られたんですね。で98年版はですね、2001年ね、そして、2013年度版がですね、2015年にいたらできたね、去年でこれ夏できたんですね、でそのこれこれを今、私は、訳してる本なんですね。これが、できたら進学校だけじゃないしんですね、日本全国の教会の聖書研究会でね、使えるように。ですから私が教えているのは単に皆さん教えるだけなしに、皆さんがこれの翻訳が出たらですね、皆さんの教会の聖書研究会で私が教えている内容をさらに分かりやすくね、教会で教えてもらいたいというね、そういう願いを持っている、ね、でこれはで
ですね、本当に素晴らしい本なんですね。それはあらゆる教派ね、改革からペンテコステ派までこの幅広い福音派ですね、そこにある共通項のね福音理解を表現したものなのでね、これをですね、にこうしっかり養われるとですね、どこに出ても恥ずかしくない、そういう子を言ったら品質証明を持った教職者になれるというかね、そういう面で、と言いますか、ぜひですね、全部のこと、授業で話せないんですけども、その大体全体像の、中心的な内容というんですかね、でそれを呼び水としてですね、一生かけてね、奉仕をしながら自分自身を養い育てていくというね取り組みを、していただきたい。で今日は、聖霊をですね、聖霊を、いつも話しておりますように、私たちの、福音理解ね、それはちょうど家を建てるようなものだとね、韓国ドラマのね、冬のソナタの中に、女性の方がですね、私の家はこのあなたの心の中にありますというね、そんなセリフがあるんですね。私それを聞いた時にね、いやクリスチャンも一緒だなと思ったね。クリスチャンはね、福音理解というこの家をですね、心の中に持っているとね。でこの福音理解の豊かさがですね、私たちにとってこの財産である、財宝であるとね、私たちが どんなに開拓の苦労しても、どんなに小さなあばら屋のような教会であってもですね、この馬小屋のようなところだとね、しかしそこにですね、このイエス様がね、私たちのうちに生まれてね、そして福音が提供されているね、だから私たち心の中にこの福音理解の家を建てるね、そういう思いだったら私は試みをしてね、聖書を、基盤にしてね、そしてそれを正しいまっすぐな包丁で料理してね、神様とはどういう方であるね、神の前に人間はどういう存在であるのかね、この神の二人作られたけどもね、罪と死と滅びの中に置かれてね、キリストがですね、そこから私たちを贖い出してくださる、十字架ね、そして十字架をですね、聖霊が私たちにですね、適用してくださるね、救いをもたらしてくださるね、私たちを義としね、清いものとし、そして栄光に変えてくださる、そしてそれはこの神の家族としての教会ね、の中で養い育てられるね、そして私たちはこの福音理解全体のですね、完成、そしてこの福音理解の屋根としての終末論を持っている、ね、そういうことですね、でそういう、福音理解の家を建てる戦いがですね、この旧約、オールテスタメント、そして新約、の歴史の中に、そして、使徒時代、使徒時代、そして古代の教会、そしてこの宗教改革、そしてこう歴史の流れの中でですね、でこれはですね、この教会の歴史というのは何なのかというとですね、それは神様が与えてくださったですね、この聖書ね、神の御言葉の中にあるですね、この真理の宝、これは宝物蔵なわけですよね。でそこから宝を取り出す作業なわけなんですよ、いっぱい宝があるんだけどね、この取り出すのにね、時間がかかるね。だからこのどう言いますか、この初期の頃はですね、キリストとはどういうことなのかということがね、非常にね問題なんですね。キリストは神である、人である、三位一体の神である、あるいは宗教改革ではですね、この私たちが技によってなし、キリストの贖いだけによって義と認められるとかね、
で、いろいろですね、こう、どう言いますか、聖書をね、こう、歴史や物語や文学的やいろんな表現で書かれている聖書、ね、中からですね、こう、宝を次々と取り出してね、そして、この私たちが今学んでいる、こういう、組織神学、キリスト教神学というね、だから神学というのはですね、ある面こう、まあ言ったら、神の宝物蔵のですね、この、財産目録のようなものなわけですよ。ね。だからこう、神様について、人間について、キリストについて、聖霊について、教会について、その一つ一つについてね、私たちはどんなに素晴らしいものであるか。ね。それをですね、こう、この教義を通してね、このまた聖書を読み返すときにね、このさらに深く教えられる、ね、聖書だけ読んでると表面的にさーっと歴史の物語のようにね、こう表面を折って流れそうなんですけどね、私たちがね、神学、ね、教理を知るとですね、これを聖書を水平に読むだけじゃなしに垂直に読むことができるようになる、ね、深くね、表面のですね、地面を掘り返してるだけなしにね、この油田を掘削するようにですね、この何千メートルも地下のこう油田やね、金鉱をですね、この掘り出すことができるというね、で聖書はそれだけの深さとこの豊かさをね、これを持っている書物でやるということなんですね。だから私たちは働き人としてですね、やはりこのね、聖書を深くね、豊かにね、世にその組み出す力、ね、これを学んだら一生かけてね、養っていかないといけない、ね、で今日はまあ聖霊論、ね、まず最初に聖霊の人格、ね、いつもまあキリスト論でもそうでも神論でもそうですけどね、まずね、神の人格、そして神の御業、ね、キリストの人格、ね、キリストの御業、ね、で聖霊の人格、聖霊の御業と、ね、まあ、大体こういうふうにこう分けてね、こう耕していくわけなんですね。そしてまあ第2巻まではですね、第2巻までは2つの章だったんですよね。この第3巻になるとですね、この人格、ね、御業、そして今日におけるね、今日におけるね、この聖霊に関するですね、今日の問題と諸問題ね、まあ、こういう章がまあいたら新しくこう付け加わったんですね。これがまあ第3版のまあ特色のまあ一つね、これはまあ3時間目ですね、今日の3時間目に扱いたいと思うんですね。まあ60分でですね、まあ大体いけたらなと。で聖霊のまあ人格ですね、聖霊とはどういうことであるかと、ね、いうことですね。まあ、聖霊の教理の重要性と、ね、まあ、聖霊はですね、この、ね、父なる神、ね、まあ、三位一体の神ですけれども、ね、また御子なるキリスト、そして聖霊なる神、ね、その一人格であられる方、ね、で神様はですね、この最高の存在、ね、そして神様はですね、この世界の青写真を描いてですね、そしてこの、ね、創造の技をなされた、ね、万物を創造された、ね、そして非動物の中で最も優れた存在である、ね、人間を作ってくださった私たちはね、
そしてまあ、その人間もですね、神様の背を向けね、永遠の滅びの中にね、逸脱し、でその滅びの中で人間を救うためにキリストがね、備えられる、ね、キリストはですね、この十字架の贖い、ね、贖いの御業をね、なしくださった、ね、そしてこのね、その贖いの御業に出ないし、私たちは救われるわけですけども、この贖いの御業、ね、十字架の御業をですね、私たちに適用してください、私たちのものとしてくださいね。2000年前のですね、この過去にあるね、過去にある十字架の恵みをですね、今日のね、私たちにね、このもたらしてくださるのはですね、この昇天されてね、注がれた聖霊ね、聖霊を通してね、私たちはそれを自分のものとすることができるね、いうことですね。だからこの第4巻全体がですね、このキリストの御業に根ざした聖霊論であると言ってもいいんですね。この聖霊は救いをもたらしてください、聖霊は教会を生み出してください、聖霊は神話において完成してくださるというね、そういう面でですね、この思いますか、この神学自体はですね、この最初の部分がですね、道地ね、ね、そして、罪に対するキリストということでですね、この御子ね、ね、そしてこのね、第4巻はですね、それは御霊の書物であると、ね、聖霊論がこれぐらい分厚くね、詳しく書かれているというね、ことなんですね。ですからこのね、道地はね、創造とね、ね、摂理ね、神様は創造者だけじゃないし、ね、その創造した世界をですね、このゴールに向かって、完成に向けてですね、摂理を持って、ね、介入して導いてくださる方であるというね、そういう、ね、これがね、第1部からね、4部ね、そしてこの巫女はね、巫女は罪深い人間を贖いね、このその御業完成してくださったね、これがですね、5部からね、8部ね、そしてこの罪深い人間に対して聖霊がですね、十字架の御業を適用することによってね、この救いを現実のものとしてくださいね、これがですね、9部から12部であると、ね、このキリスト教のですね、キリスト教神学、また教理、これはですね、三位一体論的な構造を持っていると、ね、神様の働きが全て三位一体論の働きであると、ね、いうことができるわけですね。そしてこの聖霊の教理の重要性ね、それはですね、この三位一体の神様が信仰者にとってね、個人的なものになるのはですね、それはですね、この御霊によるね、聖霊によるわけですよね。私たちはですね、このね、非道の世界にね、万物の代表で立ってね、しかし私たち道地を思うときにね、道地、ね、
それはですね、私たち遥かに超えて、ね、超越しておられる方であると、ね、超越、ね、天高くおられて、ね、遥かに、ね、高く今そばで、ね、イザヤで言うと、ね、そしてですね、私は御子を思うとき、ね、私たちは、ね、歴史、時間、ね、こちらは空間、ね、では時間、ねね、歴史は、ね、それは御子は、ね、2000年前のカルバリの丘、ね、ベツレヘムで生まれ、そしてカルバリの丘で私たちの罪はしないとよかったで、ね、真理本物によみがえられた方である、ね、で私たちのイメージ、それは福音書にあってです、ね、それは2000年の、ね、過去にある、ね、ある意味、ね、もちろん今生きておられる方であるけど、ね、過去に、ね、イメージ、ね、しかしですね、この聖霊はですね、ね、昇天されたキリストが、ね、注がれたお方である、ね、御霊、ね、御霊こそがですね、この私たちの生活のただ中においてね、生き生きと、ね、私たちに触れてくださる方である、ね、そういう面でですね、この三位一体の神様が信じますけどですね、私たちはですね、この御霊、聖霊という方をですね、やはり注目することが非常に重要である、ね、私たちがこの歴史を見るときに、ね、ね、御父は、ね、創造と摂理の中、ね、どちらかといえば焦点はですね、この旧約聖書においてね、神はと、初めに神はと、天と地を創造されたと、ね、この御父の、ね、この中心的にね、ご自身を明らかにされた、ね、そういう、もちろん三位一体全部関わってるわけですけどもね、しかし私たちがこの御子、ね、いうことを考えるとですね、それはですね、この福音書の時代である、ね、ね、御子、ね、それは福音書、ね、ここに明らかに現れておられる、ね、一方聖霊はですね、どういう方であるかというとですね、それはですね、このペンテコステの、ね、聖霊の注ぎ、聖霊の注ぎ以降、ね、今日までね、以後ね、週末の完成までね、ね、千年王国新天新地ね、の完成までね、これはですね、この神様の働きの舞台の中心に立っておられる方であるとね、いうことですね。そしてこの御霊がどれだけ重要かいうのは、私たちの時代の文化、ね、時代の文化、ね、今日の人々がですね、この非常にですね、この経験を重視する時代である、ね、いろんな理論とか哲学とかね、いろいろ思想とかね、そういうことがですね、非常に盛んだった、ね、そういう18世紀以降の、まあ、いろんな時代ありますけどね、今日は非常にまあね、この経験を重視する、ね、そういう時代にある、ね、そして私たちが、ね、神様を経験する、ね、神経験、ね、これを
現する領域、それはですね、この御霊で、ね、御霊がね、私たちにね、深くね、深くですよ、ね、まあ、ですからですね、この今日ほどですね、聖霊の教理は重要な時代はないということですね。ただですね、この聖霊をですね、理解する、ね、これは難しいところもあると、ね、どういうことかというとですね、この他の教義よりもですね、この聖書の中に明らかに書いてないということなんですね。神様はですね、想像にせずに、ね、この歴史の中にはっきりとですね、この神様の存在からイエス様についての福音書を見ればですね、この一目瞭然、ね、このイエス様の一生のことが全部は、ね、大まかに分かる、ね、イエス様の働きの、ね、いかなるものか分かる、ね、しかしですね、この聖霊はですね、このついてはですね、この断片的には書かれているんですけどね、全面には書かれていないということなんですね。まあ、全部ですね、話したらもう前半だけで終わってしまうとですね、あるんですけど、結局ですね、分かりやすく言えばですね、聖霊はですね、舞台で言えば黒子のような形で働かれると、ね、ご自身、聖霊の栄光を表すんじゃなしに巫女の栄光を表すと、ね、ヨハネで、福音書、ね、また読んでもらったらいいですけども、14章から16章、ね、ヨハネ、ね、助け主が来られる。助け主はですね、イエス様が語った、ね、聖書に語られることをですね、解き明かす、明らかにする、ね、そしてこのイエス様がどういう方である方をですね、示してくださる、ね、常にですね、この、まあ、黒い服をまとってですね、舞台の中には存在しないかのような形で、しかし最も重要な働きをされる方であるというね、クリスチャン生活でも一緒です。私たちも自分が好き勝手に生きているように思うけどもね、実はですね、いつも黒子となっている聖霊がですね、いろいろこうね、こういう風にと言って演技指導をね、してくださっているようなもんなんね。私はそれ手向かってね、レート肉の戦いの中に置かれるわけですけど ね、まあそういう面ですね、本当にこう、どう言いますか、体系的には語られていない、ね、それからですね、このイメージの欠如、ね、イメージの欠如、ね、この私たちがこの道知という場合ですね、この知というイメージがですね、重なってですね、このアバ父よとね、神様、お父さん、ね、もうはっきり理解、ね、そしてこの御子キリスト、ね、それは人間の形をとってね、33年半地上を歩まれた、その情景がですね、はっきりとね、こう私たちにね、思い浮かぶ。物語のようにね、しかし見た目はですね、このイメージにね、なかなか掴みきれないところがあるわけですね。まあそういうイメージでですね、このそう難しさがあるとね。そして、まあ先ほども言いましたように、聖霊の奉仕も性質ね、それはですね、見た目は道地と御子に使えるように働くね、このまあ、ですからですね、このそういうこの難しい、ね、そしてまた20世紀の、まあ、においてはですね、この聖霊の働きがどうであるのかというね、そういう間からこの議論がですね、非常に盛んに、ね、まあ、そのことはまた3時間目にですね、詳しくですね、話したいと思うんですけども。
で、聖霊の本質といいますかね、本性ですかね、聖霊とはどういうことであるか、ね、第一に言うことは、それはですね、聖霊はこの神様である、神の性質を持っておられることである、ね、ことですね、でそのことをですね、私たちはですね、この聖書の御言葉からですね、この立証することができるというんですね。聖霊はですね、御父や御子が神であると同じ形、ね、同じ程度に神である、ね、これを、ね、単なる力のようにですね、こう貶めてしまうとですね、このエホバの証人みたいになってしまうんですね。三位一体に来てね、それからイエス様は非造物であるとかね、そういうふうにやってしまうとですね、異端になってしまうね。ここもですね、こう走り読みしていきますけども、聖霊と神についての、まあ、関連性が、まあ、その主な箇所はですね、の一つはですね、使徒行伝5章、ね、皆さんもまあご存知の、まあ、アナニアとサッピラの、ね、事件、ね、アナニアとサッピラはですね、この土地をの一部を売ってですね、持ってきたお金を得たお金の全部だと説明して、ね、そしてまあいたら、あ、みんなが持ち寄って食べる食べ物でですね、生活してですね、まあ、お金を浮かそうと考えたんでしょうか、ね、しかし、まあ、ペテロはですね、それをですね、質問してですね、攻めたとき、二人は倒れていきたいだと、ね。ペテロはアナニアを攻め、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのかと、ね。で、次の説でですね、あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたんだと、ね。で、ここでですね、教理的に大事なポイントはですね、この聖霊を欺いてと3節で書いてある、うん、次の節ではですね、神を欺いたのだと書いてある、ね、うん、でこの聖霊と神ということはですね、この置き換え可能な言葉になっているというね、でこれこういう形で教理的に立証するわけなんですよ、これはね。聖書は聖霊を神として扱っているね。でこういう前からことはですね、聖霊は神だ神だ神だとね、言うだけなんですね、御言葉を通して立証するというね、まあ訓練というかね、でメッセージでそれを語るとですね、100回聖霊は神であるというよりも御言葉にこう書いてあると言ったらね、それは深く入るんですよ、これはね、こう揺るがなくなるね、異端に惑わされなくなるね、聖霊は神であるね。それからですね、第一コリント3章16節から17節ですね。これはまあ、神の神殿の、まあ、聖句ね。あなた方は神の神殿である、神の御霊があなた方に宿っておられる、ね、このように言いましたね。で6章の19節から20節ね、ほとんど同じ言い方をしている、ね、あなた方の体はあなた方の血に住まわれる神から受けた聖霊の宮である、ね、どういうことかというとですね、この三章ではですね、神の神殿と、ね、聖霊が内住する神の神殿にあるあなた方の体、ね、で6章ではですね、このあなた方の体はですね、この聖霊の宮であると、ね、同じことなんです。これは神と聖霊がですね、同じ意味で使われている、ね、神の神殿という表現と聖霊の宮という表現、これを同等に置くことでですね、パウロはですね、聖霊が神であることをはっきりさせている、ね、さらにですね、聖霊はですね、この神の属性を持っている、ね、神の属性、ね、それは神論でやりましたけども、その一つはですね、この全知である、ね、全てを知っておられる、ね、
第一コリント2章の10節から11節ね。御霊は全てのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです、ね。御霊は全てのことを知っておられる、ね、全知であるね。またですね、新約聖書にはですね、このルカ1章35節ですね、糸高き方の力、ね、精霊の力について書いてある、ね、神様の全能の力を持っておられるわけで、それを通してマリアは、ね、御子を宿すことができた、ね、またですね、このイエス様ですね、精霊がですね、このヨハネ16章8節から11節、また3章5節から8節、ね、精霊はですね、この人をですね、死んだ人をこの再び蘇らせるように生かすことができる、ね、新しい命を与えることができるお方である、ね、どんなにですね、力あるものであってもですね、人間のですね、この心と人格を変えることはできません。どんなに明言してもね。しかしですね、精霊はですね、この最も不可能なことをですね、この人間の心と人格の最も深い部分から変えることができることである、ね、これはですね、聖書が語っている、ね、天地万物を作る以上のですね、この奇跡なんですよね。奇跡の中心はですね、聖書を語っているのはですね、十字架にあり、そして十字架が目指しているのはですね、人間の心と人格を変える奇跡なんです、これは。そしてヘブル9章14節、ね、これはですね、この御霊はですね、とこしえの御霊と言われて、ね、聖霊はですね、この永遠性を持っておられる、ね、一時的なお方で、永遠の昔から、そして永遠の先までおられる、ね、そして無から、ね、有、ね、光ありと言われる、ね、それは光が生まれた、ね、御霊が混沌の上覆うようにおられてるんですね。またですね、聖霊はですね、このそういう属性を持っておられるだけらしいんですね。この神のものとされるですね、技を行っているんですね。それは今さっき言いましたようにですね、このね、道とともに、ね、三位一体の神はね、初めに神が天と地を創造された、ね、この創造に聖霊は関与しておられる、ね、御霊が何かこうね、卵をですね、この親鳥が抱え込むようにして温めて、ね、そこからですね、命を生み出すようにね、このその混沌をですね、この覆っていたと。創世記に一緒に書いてありますよね、創造の技。また聖霊はですね、この人類の歴史の中で、ね、イスラエルを選び、そしてイスラエルのですね、運命をね、この摂理を持ってね、この滅亡から守りね、そして神の御心を示されたね。詩編の作者はですね、このね、あなたが御霊を送られると、ね、彼らは作られます。またあなたは血の表を新しくされます、ね、詩編約4編30節、ね、御霊がですね、この深く、ね、この創造にも関与し、また摂理にも関与しておられる、ね、ということですね。で、聖霊の役割はですね、このその焦点はですね、既存の世界全体、歴史だけじゃなくて、人間の上、人間の内側に、ね、深く関与しておられる、ね。イエス様はですね、この再生の働きをですね、精霊の畑であると語られた。ね、ヨハネ3章5節から8節、ニコデモの箇所ですよね。新
新しく生まれなければ神の国は見ることができません、ね、神様新しい命を与えられたらですね、この物理的な世界だけじゃなくて神様の臨在の空気を、ね、風を、ね、御心を、ね、光を知ることができる、ね、新しく生まれる、新しい世界に生まれる、ね、御霊はですね、キリストをしっかりよみがえらせる、我々のですね、この罪と死と滅びの体をよみがえらせるようにね、生かしてください、ね、そういう霊的な働き、ね、またこの聖霊はですね、聖書をですね、与える、ね、そういう働きもされる、第2テモテ3章16節です、ね、聖書はすべて神の霊感によるものです、ね、この神がですね、息を吐くようにしてこの作られた、ね、この記され、ね、文章化された、ね、この聖書を書く著者たちの上に働かれた、ね、霊感の働き、ね、聖霊に動かされた人たちが神の言葉を語ったと、第2ペテロ1章20節、ね、でさらにですね、この聖霊の神性はですね、父と子に等しいということがはっきり書かれている箇所がね、でそれはですね、マタイ28章19節です、ね、うん、それをあなた方は出て行って、あらゆる人々を弟子としなさい、ね、父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい、ね、父子聖霊なんですよね、聖霊は御父御子御霊、三位一体の神であるということがはっきり書かれている、ね、でもう一つのですね、証拠は、ね、パウロの第二コリント13章13節、ね、この祝祷の箇所、ね、私たちは礼拝の時に最後にいつもですね、この、うん、イエス・キリストの恵み、ね、父の愛、ね、そして聖霊の差し引きもあるよ、ね、本当にですね、この祝祷の言葉、ね、三位一体の愛、ね、私はいつも、まあ、祝祷する時にね、まあ、こういうイメージですよね、父ね、ね、そして、御子、ね、そして御霊、ね、私たちはまあここに、ね、御子イエス・キリスト、ね、それはまあこの前からこのね、要ですよね、もうキリストの御霊以外の霊というのはこれこの神の霊でない、ね、神の霊はこのキリストの御霊である、ね、キリストのね、人格と品性に刻印された霊こそがキリストの御霊であると、ね、いうことなんですよね。もちろん聖霊の中でいろいろありますよね。しかしね、後の方でも言いますけどね、この御子の御霊、ねね、御子の御霊、ね、それ十字架に刻印された、死と本当復活に刻印された、ね、御霊ですよ、ね、でそれにこの私たちの霊、ね、私たちの、ね、私たちの霊、私たちの霊とともにキリストの御霊が明かしてください、ね、だからこのイエス様の福音書の中にはですね、キリストがですね、聖霊満たされていたことは明らかですけどね、ヨルダン川の洗礼以来ね、鳩のように臨んでた、ね、そしてこのサタンとの戦い、そして力の技をね、示されたね、ラザロも復活させられた、ね、しかしですね、このまあエルツが言ってることはね、このキリストにはですね、甲骨状態のようなですね、そういう霊的状態を表現するのが一つもないとあるんですよね。で、私たちは使徒行伝とか見ると、まあ、そういう要素がね、見られる、ね、でこの違いとこをどう見るかというと、やはりですね、キリストの霊のですね、この、まあ、非常に健全性といいますかね、人格という。で、私たちの霊、私たちの要素がいろいろ絡むとですね、いろいろな甘えたる現象が生まれてくるね。だから、この私たちが大事なことはね、その異様な現象を聖霊の働きとして見ない方がいいことなんですよ。というのは、異様な現象ばっかりを求める人もおるんですよ、これはね。それこそが聖霊の働き。しかしね、聖霊の働きはキリストの霊の働きなんですよ。ね、
で、JMT ダムというのは、確かに、ね、霊的経験には多様性があってね、このそれが否定する理由は一つもない、ね、聖書も否定してない。しかしね、それを評価することは大事で、ね、あまりですね、この枝葉のですね、なんか極端な経験をですね、こう高く評価し始めるとね、危ない橋を渡っていくことになるんですよ、ね。で、この異様な霊的経験には異教にもたくさんあるんですよね。だから、あ、それはですね、あまりですね、こうそっちシフトしないようにしないといけない、ね。私たちはやはりキリストの御霊の働きということに焦点を当てて、そしてまあいろんな霊的経験にも寛容ではあるべきだけどもね、私たちはこちら極端なことを励ますんじゃなしに、やっぱりキリストね、キリストの人格と品性に焦点を当ててね、このまあいたら聖霊の経験ね、私たちはだからね、あ、御子イエス・キリストね、キリスト恵みね、御父の深い愛ね、聖霊の親しき交わりね、この御父の愛がキリストのね、十字架のね、そしてキリストの人格品性を通してね、こう流れてくるね、こういうイメージですよね。だから私たち大事なことに教理や神学を学ぶことに、そういう識別力をこの身につけるということなんですよ、うん。多くの場合ですね、なんか一応に任せて、ね、何でも OK みたいなね、前からルールも秩序もない。